高崎市は関東地方の北西部、群馬県中南部に位置する商工業都市、中核市。1900年の市政施行当時の区域は旧群馬郡。現在の市域は旧群馬郡、宇井郡、神羅郡、田野郡の区域で構成される。平成の大合併で六町村が統合した結果、県庁所在地である前橋市をしのいで県内最大の人口を要する。 都市となった。古くから交通の要衝で、中線道と三国街道の分岐点、関越自動車道と北関東自動車道の分岐点、上越新幹線と北陸新幹線の分岐点になるなど、全国有数の交通拠点都市である。新幹線の停車する高崎駅は、群馬県の県庁所在地前橋市の玄関口ともなっており、群馬県の交通の中心地である。 平成の大合併では、倉淵村、三里町、群馬町、新町、春名町、さらには吉井町を編入し、広大な地域に県内一の人口を要するようになった。都市圏人口は約53万人で、都市圏人口としては県内一の規模である。工事地下では、高崎市が商業地、住宅地とも県内最高地点を占めている。 市の中心地域は、旧群馬郡高崎町を中心とする地域である。江戸時代には、高崎藩の城下町として、中仙道69時中4番目に規模が大きい宿場町として、また、物資の集散地、商業の町として、大いに賑にわった。街道筋の田町、本町、新町などに市が立ち、その様子は、お江戸見たけりゃ高崎田町、 本ののれんが、ひらひらと、と歌われたほどである。家事町には、単野職人が、鞘町には、刀の鞘師が、白銀町には、金銀細掘師らが住み、当時の職人の町は、今も、町名として止めている。現代でも、県内有数の商業都市として栄えている。また、高崎郊外に位置する問屋町は、日本初の郊外型問屋団地である。政治的には、本市から、 自民党の政治家を多く出しており、自民王国としても有名である。日本一のダルマの産地であり、国道18号沿いには、ダルマの生産工場が集中している。また、数少ないオーケストラのある地方都市であり、高崎マーチングフェスティバルが開かれるなど、音楽に関する活動が盛んであることから、高崎市は音楽のある町と名乗っている。また、 高崎フィルムコミッションにより、ドラマ、映画、プロモーションビデオ等の撮影を誘致しており、しばしば、高崎の市街地や学校などが登場する。毎年、高崎映画祭を開催するなど、音楽以外の芸術、文化活動も盛んである。また、昭和40年代の上越新幹線ルート発表を、契機に市が主導となって行った再開発事業などは3 2にも及ぶ。 毎年元日に行われる全日本実業団対抗駅伝大会では、高崎市役所が1区と2区の中継地点となっている。高崎市中心部周辺の空中写真。1986年撮影の14枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。高崎白衣大観音から望む高崎市。 関東平野の北西部に位置している。東京都の都心からはおよそ90キロメートル100キロメートル程度である。西端は長野県北作郡軽井沢町、東端は前橋市に接しており、群馬県南西部をほぼ横断する形になっている。市内から赤木山、春菜山、妙義山の高下散々を望むことができる。特に、 春名山の南面は大部分が市域に含まれる。また市内には、利根川、カラス川、薄井川などを大きな一級河川が流れている。特にカラス川は流域のほとんどが市域に含まれている。また、海岸より1 0 0トル以上離れた内陸に位置するにもかかわらず、中心市街地の標高は9 7 1メートルと低い。また、市の北部及び西部には、 標高1000メートル以上の地点も存在し、倉淵町、河浦の浅間院山にある東阿賀津町及び長野原町との境界では、標高1690メートル、新町の唐津川河川敷の標高60メートルと、標高差が1630メートルもある。概要人口平成27年度国勢調査によると、 当市に常住する就業者は177,776人、おり、そのうち市内で就業する者が122,075人。多市区町村への15歳以上の就業先は1位、前橋市19,170人、2位藤岡市5,595人、3位、安中市3,791人、4位富岡市3,285人、5位。 東京都特別区部3128人である。都道府県別では、群馬県内の多市町村で就業する者が43198人、他県への通勤者数は1位埼玉県3648人、2位東京都3365人、3位栃木県303人、4位神奈川県266人、5位長野県265人である。また、 平成17年度国勢調査によると、合併前の旧市内に徴住する就業者が117,683人おり、そのうち市内で就業する者が82,146人。多市区町村への就業先は1位前橋市11,171人、2位、藤岡市2,792人、3位、東京都特別区部2,346人、4位、 群馬町2157人、5位安中市1988人であった。都道府県別では、県外多市町村で就業する者が29,888人。他県への通勤者数は1位東京都2452人、2位埼玉県2390人、3位長野県172人、4位栃木県162人、5位神奈川県154人であった。 基礎街道六十九時高崎高崎市の中心市街地はおよそ JR 高崎線と JR 新越本線国道十七号で囲まれた地域である。この地域は江戸時代以来の城下町であったとともに中仙道の宿場町でもあった。市役所をはじめとする主要な行政機関や文化施設、公共施設、また数多くの商店街や金融機関、大型商業施設、 宿泊施設などがこの地域に立地している。ただ、近年は高崎駅の東側にも商業施設や文化施設などが進出してきている。高崎駅西口高崎高島や高崎駅西口北ペデストリアンデッキに沿って大型商業施設や百貨店が並ぶ。高崎駅西口南ペデストリアンデッキは駅前のみである。ホテルが多い。 高崎駅、西口西東二条通り沿いには居酒屋を含め店舗が至るところに存在している。スズラン、高崎店高崎城市地区観光庁が多く集まっている。東口前に立つ高崎タワー21高崎駅、東口高崎問屋町駅高崎、問屋町駅周辺太平洋側気候と内陸性気候を合わせ持つ。冬は西北西の乾燥した。 季節風が卓越し、降水量は少ない。欠片の気候区分では温帯化う気候に分類される。夏の日中は気温がかなり高くなり、その日の全国1位となる日もある。朝の気温は下がり、熱帯夜になることは稀である。最高気温記録は1998年7月4日に観測された摂氏40.3度で、 全国の観測地点の中では17番目の高さとなっている。なお、観測地点は高崎駅から約1 2トル離れた春名山奥の旧春名町域に設置されている。春名山では降水量のみが観測されており、こちらもカウ港に属する。高崎城からやぐら高崎市川館村は後気と思われる、豊岡村の期日が漏れている9、群馬城9、 三里町宮、新町宮、倉淵村宮、春名町宮、吉井町町村政志向前高崎町高崎市当初、高崎の地は和田と呼ばれていた。高崎という都市名の由来については以下の伝承がある。高崎城が和田城の後に完成した際に、城主である井伊直政は、当地を松ヶ崎という名前に改めようと思った。そこで、 その件を常日頃から信頼を寄せている美濃アの龍門寺の住職である白庵に話した。白庵は最もなことではありますが、もろきには栄子あり、物には清水があるのは珍しいことではありません。殿様が家康様の命を受けて和田の地に城を築いたのは、権力の頂点に立った大名に出世されたからであります。そうであれば、成功広大の意味をとって、 高崎と名付けた方が良いのではないでしょうか。と言った。白庵の岩竹ある言葉を聞いて喜んだ直政は、直ちに和田を高崎と改めた。そして白庵が美濃和から転従した龍弘史寺の三号に高崎の二次を与え感謝の意を表した。廃藩地検により、明治4年10月に誕生した群馬県の県庁は当初高崎に置かれていた。しかし、 県庁の建物は高崎城内にあり、軍事上の用地であったことから、翌年1月に政府の兵部省に接収されてしまった。当時の高崎には他に県庁舎として代用できる建物がなく、やむを得ず大城館に許可をもらい、県庁を前橋城内に移転した。この時は高崎の住民も事情を察してか大きな混乱が起こることはなかった。だが、 1873年に群馬県令に就任した川瀬修二は、入間県の県令も兼任していたため、県庁のある前橋と川越の間を頻繁に行き来しなければならず、業務に支障をきたした。政府はこの事情を考慮して、同年6月、群馬、入間両県を合併して、熊谷県とした。熊谷県の県庁は熊谷に置かれたため、前橋は、 県庁所在地でなくなった。ところが、政府が全国的に実施した府県の大規模統合により、3年後の1876年、熊谷県が2つに分割された。熊谷県の旧、武蔵国の範囲が埼玉県に並行され、残りの範囲に栃木県からもらい受けた立林県を合わせて、再び群馬県が誕生し、県庁は高崎に戻った。 しかし、以前県庁として使用していた高崎城は陸軍省に陣取られていたため、県庁舎に代用できる建物がなかった。とりあえず高崎にある暗黒寺を県庁舎としたが、手狭のために各課を分散配置して、県政運営をしなければならず、業務は混乱をきたし、県令の責任問題にも発展しかねない状況に追い込まれた。そのため、新たに、 群馬県令に就任したカジトリソビコが、明治政府に前橋城内の建物を仮庁舎として使用させてもらえるよう交渉し、大久保利市道内務卿の許可を取り付けた。高崎の住民に対しては、県庁移転はあくまで一時的なものであり、基礎改正の業務が終了すれば、県庁を高崎に戻すと約束して納得させた。それから4年余りの歳月が経過し、前橋は、 政治の中心地としての機能が整いつつあり、経済力も備えていた。今さら高崎に県庁を戻すメリットはないと判断した舵取り県令は1880年11月に住民にはあくまで内密にして松方正義内務卿に県庁舎を前橋に置きたいという旨の伺い書を提出した。そして翌年の1月、県庁を前橋に置くことが 大乗官布告により正式に決定した。高崎市民は突然の知らせに騒然となり、舵取り権令の裏切り行為に激怒した数千人が県庁に押しかけ、あわや軍隊が出動する事態にまで発展したため、県庁移転問題は裁判に委ねられることになった。1882年3月に判決が下され、高崎住民の訴えは退けられた。これにより、 県庁を前橋に置くことが確定したが、高崎の住民は納得したわけではなく、大正時代にも県庁移転運動が再燃した。しかしながら実現することはなく、ついに県庁が高崎に帰ることはなかった。第一次合併1997年以来、中核市への移行を目指して、周辺市町村との合併を模索してきたが、2003年12月に、倉淵村、群馬町、 新町、吉井町と任意合併協議会を設置し、合併協議が本格化した。その後、吉井町は法定合併協議会設置案を否決して、協議から離脱した。三里町では住民投票の結果賛成多数となったことを受けて、群馬町、新町、倉渕村とは別に、高崎市との法定合併協議会を設置した。その後、ご市町村は、 同時合併を目指して合同で協議会を開き2005年2月8日に合併協定の調印に至った2006年1月23日倉淵村、三里町、群馬町、新町の4町村を高崎市に編入し法定人口が318,097人となり中核市への移行要件を満たすことになったこの時点では春名町が 合併新調派の町長と推進派が多い町議会の対立などで合併協議に加わらなかったため、旧倉淵村は飛び地となった。また、旧新町も藤岡市などとの合併協議から離脱し、隣接していないが、つながりの深い高崎市との合併を選択したため、飛び地となった。なお、この合併によって、住所表記が以下のように変更された。 第二次合併春名町では2005年11月に合併推進派の住民が約7900名の署名を集めて新町派の町長の辞職を請求し町長はリコール投票を前に辞職これを受けた町長選挙の結果2005年12月に合併推進派の町長が就任した一方新町派の住民が起こした町議会リコールの 住民投票でも解散反対が多数を占め、その後2006年2月に高崎市と春名町は合併協議会を設置した。高崎市と群馬町、新町、三里町、倉渕村との合併協定項目を春名町が追認する形を取ったため、5月8日には合併協定調員にこぎつけ、両市町を議会、群馬県議会の議決を経て、7月13日には、 総務大臣が官報に告示し、2006年10月1日に合併が行われた。この合併により、旧倉渕村域の飛び地状態が解消され、高崎市の人口は約34万人と、史上初めて前橋市の人口を上回り、県内で最も人口を抱える都市となった。同時に広大な地域を抱え、 特に面積1 2 7 2 6キロ平方メートル、人口密度約35人の倉淵村を編入したことで、人口密度は大きく低下し、約800人で、前橋市に次いで、県内第5位である。また、過重地人口密度は、約1500人で、紀流市に次いで、県内第3位である。合併前の旧市、の人口は約24万人で、前橋市に次いで、 県内第2位人口密度は約2200人で県内第1位であった。なお、この合併によって旧春名城の住所表記が合併前の大あざ名の後に町がつく形に変更された。ただし、大あざ春名山地域は地区住民の総意として春名湖周辺の次の区域が合併と同時に高崎市春名湖町に分割された。第三次。 合併2003年に任意協議会が設置されたが、合併賛成と反対で、町は2分し、合併の賛否を問う3度の住民投票が行われ、合併反対が多数を占めた町議会が合併に同意。2008年7月、高崎市と吉井町による合併協議会が設置され、2008年10月16日に高崎市長、吉井町長による 合併協議項目の調印を完了させ、2009年1月8日、高崎市が1月13日吉井町がそれぞれ関連議案を可決し、2009年6月1日に合併が実現した。新市の人口は366,966人、面積は459.36平方メートルに及ぶ。しかし、一部の合併反対派住民は、 合併関連祭典等への参加を拒んでおり、今後はこのしこりを取り除くことが課題となっている。なお、この合併によって、旧吉井町の住所表記が以下のように変更された。将来合併構想高崎市は2002年6月に玉村町に合併を呼びかけたが、2003年12月の任意合併協議開設率に玉村町は参加を見合わせた。 2007年にも玉村町の住民署名による直接請求に応じて、高崎市は合併協議会の設置を可決しているが、玉村町では否決している。2008年1月20日に行われた玉村町長選では、高崎市との合併推進派と合併新町派の一騎打ちとなったが、合併新町派候補が当選している。2007年10月に前橋市長から、 高崎との合併による政令指定都市実現を構想する胸の発言があったが歴史的経緯から根深い対立が互いの死にあることもあり NIRA の対談シリーズにおいて松浦高崎市長は前橋との合併は極めて困難であると語っている松浦高崎市長は自らのホームページ上で高崎市は高崎都市圏での広域合併を実現し 太平洋と日本海を結ぶ、結節点として、新潟市や埼玉市等の政令指定都市に被検し得る、拠点都市を実現したい、旨を表明している。高崎市役所本庁舎高崎市役所2006年の合併以前の地域には、届け出や証明書の発行を受けることができる市民、サービスセンターが9カ所ある。高崎警察署高崎市等広域消防局、 高崎市議会設置されている委員会高崎市では有効交流都市として国内一都市、海外五都市を挙げている2010年発行の高崎市観光振興計画では以下四自治体がパートナー都市として挙げられている年間商品販売額校売業売り場面積製造品出荷額農業産出額農家数高値面積データ出店群馬県統計情報提供システム 高崎市は北関東工業地域の一角であり、市内各地に工業団地が造成されている。市内の工業団地かつて事業所を置いた主な企業高崎市では、キリンビール工場跡地に公共施設を建設するなどの有効活用を検討中であったが、2007年9月に森永製菓が2010年1月の生産開始を目指して、 新工場を建設すると発表した。森永製菓の既存工場の大部分を集約し、生産額500億円を目指す国内最大級の規模になる。しかし、2008年6月には新工場建設を無期限停止すると発表。原因は当時進行していた原油高に伴う原料高騰による収益減だと思われる。 その後2009年10月には無期限停止を解く形で2010年4月に第一工場の建設を開始すると発表され新工場建設の起工式が行われた2011年夏には第一工場が完成し早くも営業を開始したまた2012年には第二工場の完成も予定されており周辺地域のさらなる発展が見込まれているちなみに キリンビール工場跡地では2006年に公開された映画日本沈没のロケが行われた。スズランデパート高崎店高崎駅西口側の中心市街地には高島屋やスズランなどの大型店舗や専門店、飲食店などが立ち並んでいる。中央銀座商店街などの昔からある商店街はシャッターを下ろしている店がいくつかあるが駅前の中心街については そこそこの賑わいを見せている。高崎駅、東口側には、山田電機の本社併設店舗であるラビーチ高崎や、ビッグカメラなどの大型家電量販店があり、西口側ほどではないが、専門店や飲食店も立地している。また、東口側には、大型の娯楽施設がいくつか立地している。高崎と岩町駅周辺は、日本初の郊外型ト屋団地として知られるが、 近年は中規模、大規模の小売店の進出も目立っている。それ以外にも、国道17号高崎前橋バイパスや高崎、環状線などの幹線道路沿いに、大型のロードサイドショップが多数立ち並び、ロードサイド銀座となっている。特に、国道17号高崎前橋バイパス沿いには、国内、海外の主要自動車メーカー系列の自動車、販売店が集まっている。 高崎市の小売業販売面積及び年間商品販売額はいずれも前橋市に次いで県内第2位の座を占めている。市内に立地する主な商業施設を業態別に見ると以下のようになる。百貨店は中心市街地に地元資本の百貨店であるスズラン、高崎店と高崎高島屋が立地している。スズランは隣接する。 平面駐車場に地上8階、地下2階の新館の建設を予定している。ショッピングセンターは、大型の郊外型ショッピングセンターとして、高渋バイパス沿いに4モール高崎が、国道17号高崎前橋バイパスの前橋インターチェンジ付近に赤丸が立地している。また、国道17号倉賀の駅付近のミスターマックス、倉賀のショッピングセンター、 国道406号沿いの春名ショッピングタウンパワーセンター、北高崎駅付近にあった高崎木材市場跡地の、ウニクス高崎など、中小規模のショッピングセンターもいくつか立地している。高崎ビブレと高島屋ショッピングビルとしては、高崎駅西口に、高崎駅ビル高崎モントレー、高崎オーパー、ラメルセなどがある。以前は、 現在の高崎オーパがある場所に高崎ビブレがあったが、2014年3月31日に閉店した。スーパーマーケットは以下のような店舗が進出している。ラビー1高崎ビックカメラ、高崎東口店家電量販店は、国内最大手の山田電機が高崎駅東口に、同社最大級の店舗ラビー1高崎を構え、本社を前橋市から。 同店舗の建物内に移している。また、菅谷町の高崎渋川線バイパス沿いには、テックランド、高崎北、菅谷店を構えている。家電量販店大手のビッグカメラは、高崎市が創業の地であり、現在でも高崎駅東口店を構えている。その他、高崎環状線沿いに、小島、ビッグカメラ高崎店がある。以前は、国道17号沿いに、 デオデオ高崎店もあったが、2008年10月26日に閉店した。ホームセンターは、採用手のカインズが市内に本社を設置していた。ただし、高崎市内の店舗は、三里店と吉井店を除き、いずれもフランチャイズ店舗である。現在は、本社を埼玉県北部の本庄市にある、上越新幹線本庄早稲田駅付近に移転している。また、 東、関東を除いた関東地方を中心に発展する、ホームセンターの石中も市内に本社を設置しており、店舗としては、高崎店、高崎屋中店を構えている。その他、大谷木町の群栄化学工業工場跡地に、スーパーアビバホームが2010年3月にオープンした。映画館は、シネマコンプレックスが、高崎駅東口に109シネマズ高崎。 郊外の4モール高崎にイオンシネマ高崎がある。また、高崎駅西口には NPO の運営によるシネマテイク高崎がある。群馬銀行高崎支店群馬県内の金融は県庁所在地であり日本銀行前橋支店もある。前橋市が中心であり、当市には本店を設置する銀行はない。支店のある都市銀行も水穂銀行のみである。一方、当市は 証券会社の支店の立地が多く、県内で大手3社の支店が揃っているのは、投資のみである。市内に本店、または支店を置く銀行、信託銀行、信用金庫、信用共同組合、労働金庫、農業共同組合、証券会社は以下の通りである。市内に一般営業窓口を置かず、ATM のみを設置する金融機関かつて市内に、 憲法を展開したが、撤退した主な金融機関高崎市内に本社を置く、主な企業北、関東新越地区全域を統括する、営業所を置く、主な企業県内及びその他上新越を統括する、事業所関東を統括する、営業所を置く、主な企業高崎だるま高崎市は、古くから音楽に関する活動が盛んであることから、高崎市は、音楽のある町、高崎と銘打っている。 日本の地方オーケストラの先駆けであり、二十数団体に及ぶ日本のプロオーケストラとしても三番目の長い歴史を誇る群馬公共楽団を生んだ土地である。現在でも群馬公共楽団が本拠地を置いており、三大都市圏でも県庁所在地でもない都市がオーケストラを持つのは日本唯一である。また、市の自己予算と市民の寄付によって1961年に 建設された群馬音楽センターは、その象徴的な存在である。毎年10月中旬には、高崎マーチングフェスティバルが開催され、毎年世界的なマーチングバンドを招いたり、市内各小学校や企業団体のバンドが一堂に集まり、市街地の名園ロードを更新したりする。高崎市には、市の歌である高崎歌があり、首都曲を公募して作られた。 小学校、中学校、中等教育学校、高等学校、県立、私立私立大学群馬パウス大学短期、大学専修学校特別支援学校学校、教育以外の施設現在、高崎あんな改良圏に200床を超える中核病院が、高崎総合医療センターのみであるため、市は県に、生網中核病院の建設を、新種建設計画にも盛り込むなど、 継続的に求め続けているが、現在県内に4つある県立病院が大赤字状態なので早期実現は難しそうである。高崎総合医療センター美術館博物館、群馬県立歴史博物館植物園劇場、ホール、展示施設群馬音楽センター工芸カルタで、関東と新越つなぐ高崎市と呼ばれるなど、交通の要衝として知られる。 高崎駅東口高崎駅西口民間路線バス高崎駅西口バス乗り場群馬バスが高崎駅を中心に市内のほぼ全域に路線バス網を持つ上信電鉄バスは市の東部南部の一部に路線を運行している群馬中央バスは本拠地である前橋市から乗り入れてくるバス路線のほか、高崎駅と多摩村町を結ぶ路線を運行している 関越交通は同様に渋川市からの乗り入れバス路線や倉淵地域と東や小松間町を結ぶ路線バスも運行している。日本中央バスは高崎駅と大後駅を結ぶ路線バスを運行している。新町駅には日本中央バスと長井バスが乗り入れている。日本中央バスは藤岡市や田野郡と新町駅を長井バスは 玉村町と新町駅を結ぶバスという性格が強く、どちらも市内を走る区間はわずかである。その他、三里地域の春名山麓や春名山町と、伊香保温泉の間に群馬バスがバス路線を営業している。市が関与する路線バスグルリン、高崎市は、高崎市内循環バスグルリン、春名循環バス春、バス、よしー、バス、 大体バスの4種類の路線バスを走らせている。このうち、グルリンは、市営ではなく、コミュニティバスであり、市内に路線を持つバス事業者が運行し、市が欠損補助を行う形で運営されている。グルリンは、都心循環線、少林山線、高津大線、大谷線、京賀島線、群馬の森線、倉賀野線、線観音山線、岩花線、甲付、 国分寺線、上付の里線、白川線、生原線、松原線、柏木沢線、春名線、倉淵線、外来センター線、新町循環線の19路線が運行されており、都心循環線以外は両方向の路線が運行されている。春バスは2路線、ヨシー、バスは5路線、代替バスは2路線が運行されている。グルリン春バス、バスの運賃は、 都心循環線と、それに重なる昇林山線、高津大線、観音山線の区間は1回100円で、それ以外は距離にかかわらず1回200円となっている。代替バスは距離性の運賃である。なお、グルリンにはバスナビゲーションシステムが導入されており、パソコンや携帯電話から運行状況や時刻表などがわかるようになっている。なお、旧春名町。 吉井町と合併した時には、高崎市役所と各市所間に運賃無料の交流バスを走らせていたが、2010年9月2日に運行終了した。P4、広報高崎2010年8月1日号をピアニッシュも2から5に基づいて作成。高速バス高速道路国道県道主な指導サイクリングロード、高崎博位台、観音高崎市に本拠地を置く。 主なスポーツチーム野球場、ソフトボール場、テニスコート競技場、プール体育館球道場運動場ノンフィクション、政令指定都市への移行、松浦幸夫前市長は2007年4月22日執行高崎市長選挙選挙候報にて、以下のような文明を載せている。以下、高崎市長選挙選挙候報より抜粋。以上、高崎市長選挙選挙広報より抜粋。 このことから、松浦幸雄前市長は、市長選でのマニフェストの一つとして、政令指定都市を目指した政策を進めるということを示した。高崎都市圏の総人口は、約57万人のため、都市圏内のみでの合併では、政令指定都市への移行は、不可能だと思えるため、周辺の県内都市圏、特に前橋市との合併、及び伊勢崎市との合併が必要だと言われている。 県内の社団法人、理想の都市建設研究会では、県王政令市の実現に向けて、というテーマのもと、現実的な資産や、将来の財政状況を踏まえた高崎市、前橋市、伊勢崎市の県王三市の合併推進を提唱している。将来の他県との都市環境争を見据え、県内でどれだけまとまりを持ち、弾力的、かつ継続的に発展していくかが焦点と言える。 2007年10月30日、高崎市と前橋市の総合協力などについての両市長官会議終了時に開いた記者会見で前橋市の高木正夫市長が高崎市との合併も視野に入れた政令指定都市以降を考えているとの発言をした。これまでも合併に前向きだった松浦幸夫市長はその際、将来は政令指定都市を目指していると改めて明言した。 高崎市は中核市への移行を計画しており、合併への議論が具体化するのはその後になる可能性が大きい。前橋、高崎両市の人口を合わせると68万1949人になり、さらに高崎市との合併推進運動が盛んに行われている玉村町との人口を合わせと74万4702人となり、 政霊市へ移行を果たした静岡市の人口を抜くことになる。 しかし2007年11月19日の NIRA の対談シリーズで松浦、高崎市長は前橋との合併は極めて困難であると語っている。なお、現在の富岡県事市長は、政令指定都市以降については特に見解は示していない。新駅設置構想高崎線 JR 高崎線、新町駅周辺電立隊、 大阪事業都市集客施設建設構造高崎駅、東口の栄町に位置する場所に、新しい都市集客施設、高崎パブリックセンターを建設する計画が浮上した。この計画は、現在老朽化が指摘されている、中央体育館とビッグカメラ、その周辺の駐車場などを含める広大な敷地を再開発し、大型集客施設を建設するもので、 平成27年着工を目指し現在計画が進められている。高崎競馬場再開発、高崎走者場再開発に関することは、高崎市の再開発を参照。ありがとうございます。